子供の頃は、そうですね。無口で、なんか、おとなしい子供でしたね。はい。活発ではなかったと思います。入社とか、あと伊藤若冲が、すごい細かい構図、そうですね。が、その時はすごい好きで、中学生の時、群ケージュっていう、鶏がいっぱいいる、でも模写したりとかしました。昔からこう、日本的なものが割と好きではあったんですけども、ただなんか職人になりたいと思ったのが中学生くらいの時で、中2くらいの夏休みにちょっといろいろ探して、で、こちらの関光雲先生のところで入門させていただけるということになりまして、どちらかというと他に選択肢がなんか思い浮かばないなっていう感じで、生きていくなら、なんかこう、一つのことを早くからやって真剣に取り組みたいなっていうのがあって、わかんないですけども、彫刻しかないとその時の自分は思ってたのかもしれないですね。特にこれっていうわけじゃないんですけど、同じようなものというよりかは先人の技術を受け継いで、それを踏まえて自分にしかできないものを作りたいなっていうのは思います。子供の頃だと漫画とかアニメでもよく今出てきますけど、圧倒的に強い。なんかそういうこう強いっていうことで結構好きではあったんですけども、お客様とこうお仕事を依頼していただきながら竜を彫って、そうですね、最近思うのは、竜の作品をこう SNS でシェアした時に、誰かが、なんか竜はこう人間のなんか誠の姿だみたいな、なんかコメントされてて、ちょっとなるほどなと思ったんですけど、昔から生きてる人間のなんかこう、なかなか到達できない部分の憧れをこう形にしたような姿なのかなっていう。神様ではあるけれども、こう神仏よりこう身近な存在。頭から尻尾まで完璧にかっこいいなって思ったのが、なんか小さい頃、子供の頃はあんまり、もっとこうしたらいいんじゃないかっていうのはあったので、かっこいいのは作れるなっていうのがありましたね。ただ、個人的な強い気持ちだけを持って、竜を彫るっていうのだと弱いのかなっていうのは、それだけで、おお、おりゃーみたいな感じで彫っても、なんか、俗っぽくなってしまうのかなっていうのがあるので。どちらかというと個人個人に対して作っていることが多いので、その方が思い描く理由を彫りたいなっていうのが感じてほしいというか、ふとした時に作品見ていただいて寄り添えたらいいなっていうのがありますけど。入門した時からやっぱりこう師匠に心技体を極めなさいっていうふうにずっと言われ続けて、こう人が手を合わせるものを作っているっていうことをやっぱりこう作品を収めた時とか、やっぱりこう交流させていただく中で毎回やっぱりこう改めて感じることですので、自分自身を律して鍛えていかなくてはより良いものは作れない。だから作品が良ければいいっていうことではないっていうのはずっと言われていることなので。